うん、人間関係のこうごたごただったりトラブルなんかが結構赤ちゃんに影響するんだっていうのをある時に知って、特にやっぱり母親の精神状態がすぐに母乳に現れるっていうことを知って、うちの子だけがこんなかわいそうな目にと思ってたのが実は私の責任だったっていうことになって、っていうことは自分を見直して自分を変えていかなきゃいけないっていう、もう怒り狂ったりとか、もう自分から笑顔もなくなったりとかっていう生活をしてましたので、あ、もうこれはやっぱり家庭の中の光っていうか、そういうものを取り戻さなきゃいけないみたいな、うんうん、まあ、そのためにはもう自分自身が変わるしかない、本当に自分の心を変えただけなのにこんなにも変わるのかっていう、 100% 知らないです、自分の本質で一つや二つじゃないんですよ、強みとか才能とか本質って本当にあるんですよ、やればやるほど出てきます。それに気づけるかどうかで、気づいたことを生かすからこそ付加価値って上がるんですよ。周りとか人のせいにしてたのを自分の中に原因があるから、ここを取り除かない限り、考え方とか捉え方とか自分の行動とかですよね、それを変えない限りいつまでたっても変わらないっていうので、自分と向き合うっていうことをやってきたんですよ。歯を食いしばって自分の嫌な部分と向き合って、こう人のせいにするのって簡単なんですよ、本当に簡単なんだけど、自分のせいっていうのをなかなか認めたくないんだけど、でもこれは自分の中にも原因があって、この出来事は自分に何を学べって言ってるんだろうって、そういう視点でこうとにかく自分と向き合うってことを延々とやっていく中で、あ、自分ってこういう性質なんだなとか、自分ってこういう価値があるなとか、なんとなくこう自分を掘り下げた分だけ、なんと周りの人の関わってる人の心の奥まで、なんとなくこう自分を掘り下げた分だけ人のことも理解できるようになってきたんですね。自分の価値に気づいて、それを人のために役に立てなさいよって神様から与えられた宝物だと思ってるんですね。それを総合個性って呼ぶと思ってるんですよ、うん、その個性の磨き方っていうのを学校教育で習わないので、もう皆さんに知ってほしいですね、もう生きてる人全員に知ってほしいですね、自分の価値を。私がだから楽しいんですよ、人の価値をこうあの手品でこうあるじゃないですか、こうなんか旗がバーって出てくるみたいな、出てくる、こう人の引っ張り出すみたいなそういう役割なんで、私もやっぱり人 に影響与えるぐらいの人って、ヒエラルキーで言ったらやっぱり外なんですよ。この仲間を身の回りで探そうっていうのは所詮無理な話なんです。少ないんで人口的に少人数しかいないので、もっと視野を広げたら絶対います。でも必ずものすごいつながりができる仲間が絶対います。それはやっぱ親も個性の見抜き方を知らないんですよ。いやもっと輝かせないとダメです。何しに生まれてきたのっていう感じですよ。そうですね、やっぱり個性というのは輝かすために存在しているので、もう自分がここに存在しているっていうことはもう価値があるっていうことなので、もうそれは知ってほしいと思いますね。価値ない人間なんて絶対ないので、価値を知らないだけなの、ただ知らないだけ知らないってことは使いこなせてないんですよ。皆さんの魂の本質をまずご自身が知って、それ輝くことで必ず多くの人を幸せにできますので、もうみんなでそれを知り合いしながら、もうみんなで輝いていきたいなって思います。